ドーミシー、はるか、ことね、まほ、私たちは、ジェゴでーす。はい、ということで今日は骨格の違う3人組で1週間コーデしてみた。イエーイ。先ほど診断しました、私たち。はい、で、まぁ、ちょっとね、衝撃的な結果になったんですけど、そうなんですよ。まあ、診断してるところは、あの、概要欄、チャブリ。チャブちゃん見たね。はい、見たね。まあ、診断した結果は、まあ、とりあえず、はるかさんね。一見ストレートのように見えるんですけれども、上半身がウェーブで、下半身がストレートでした。多分ね、みんなこれ。なんか、上半身は結構キャシャーね。で、まあ、下半身とかは、もう、なんか特に太りやすいとかじゃない方なんですよ、ね。まあ、はるかさんはね、上半身がウェーブ、下半身がストレートのコーデを考えてきました。はい。はい。イェイ。で、お次は、まほさん。まほさんはね、くびれが結構その特徴的なので、一見ウェーブかなみたいな思われてたんですけれども、まほさんの場合は、上半身がストレート、下半身がナチュラルです。違う。マホさんの場合は上半身がストレート、下半身がウェーブでした。はい、そうです。なので、はるかとマホは上と下が逆。そう、逆です。こう、こう、ぐって気に取って、ぐって本当は見たいんですけど、本当はできないので、そんなこと。できないので。そりゃそうだ。なので、ウェーブ、ストレートのミックスです。はい。私は結構、ナチュラル要素が多かったです。なるほどね。もう、ただ単純にナチュラルだから。単純にナチュラルでいきます。はい。ということで、1週間コーデやっていきたいと思いまーす。レッツ、チェンゴー！月曜日、海にお出かけ。わーい。今回の1週間コーデは、夏をメインに服を考えてます。日焼け止めを塗ってます。そして、海に行ってきまーす。イエーイ。はい。1周回ると、こんな感じです。火曜日、ダンスの練習。 Yo, yo、 挨拶してから近寄ってポン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 、ビヨンセです、ポンポンポン、イエー。はい、ということで、一周回るとこういう感じです。はい、体格それぞれ違います。水曜日はショッピングデイ。皆さんそれぞれおしゃれしてますね。あー、今日、あー、私ね、何買おうかな。シャネル買っちゃおうかな。イエーイ。はい、こんな感じでーす。なんか癖が強い。木曜日、休日。この日は一人それぞれやることが違います。マホはお出かけに行くみたいです。はるかは家でエペをします。ちょっとやめてよ、やめてよ。はい、私は、飲んで威嚇って、携帯じって話すする。一周回るとこんな感じです。金曜日はデートの日です。あら、こんにちは。今日みんなブラックじゃない？かぶった。あ、私スキピーと行かないと、行かないと。はるかもはるかも、ちょっとごめんね、先行くね。あー、バイバイ。あれ、私のスキピー遅くない？どこ？あ、お前かい。はい、こんな感じになっております。あなたは誰を選ぶ？土曜日、遊園地へゴー。イエーイイエーイ、楽しみだね。うん、そうだね、お馬さん乗りたい。わー、その前にコーヒーカップくるくる、キャー、目が回る。そして死にました。はい、ということで一周回るとこういう感じです。日曜日、派手に行くぜ。この日は派手さを意識して自分たちで着たい服を選んでみました。一人それぞれ系統が違うんですけど、こんな感じです。はい、バイバイ。一周回るとこういう感じになってます。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。私たちの1週間コーデはこんな感じでした。へい。で、はるかはストレートとウェーブが入ってるっていう診断だったんですけど、ここら辺はあんまり露出しない服が多めなのと、ここら辺を見せない代わりに足を出すみたいな、
出さないところがあったら出すところがある、出すところがあるんだったら出さないところがあるっていうプラスマイナスゼロの世界で生きてます。マホは全体的にダボダボじゃなくてピチピチが多めで、うん、ウエストをキュッて見せてくれるような上はピチッとしてこういう綺麗なシルエットになるように意識してコーデを組んでみました。私は基本的に全部がピチッじゃなくて、どっちかがピチならどっちかはダボっていうのを意識してやりました。なんかダボ系が似合うみたいなので、基本的にはダボ系の世界で生きているんですけれども、たまにはね、女の子だからね、うん、細身のものを着たいじゃん。ということで、細身のやつ着るときは、両方じゃなくてどっちか一個っていう風にしてます。はい。でも、やっぱりみんな、自分が着たいものを着るのがいいと思います。ほんまにそれ、あのね、骨格にとらわれすぎて頭おかしくなっちゃうから、うん、これは本当に自分が好きなお洋服着てテンション上げて毎日ハッピーに乗り越えましょう。ということで、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで、以上チャリーでした。バイバーイ。バイバイ。誰チゴリって言った人？コトやん。え、チゴリ。コトね。